もう風邪で閉鎖決定。今日はね、やっぱりちょっと社長さん落ち込む日があってね、後期があるわけじゃん。毎月やっぱ目標数値っていうのがあるから、そこに合わせたいもんで、ね、足場を解体させてくれと。あんまり後期に追われて、しかもその月末までにバラしたいとか。いやですね、まあまあ本当だから本当にどうかだよ。そこまでやっとるのに多分気づかんでしょ。そうですね、あの人は。行ってこうか。この後緊張の元へ。うん、久々に火吹いたのか。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。はい、お疲れです。おはようございます。もう着く。はい、あと4分ほどで。これは左です。今日はね、あんまりちょっと社長さん落ち込む日があってね。落ち込む日があったとは。落ち込んでそうでもなさそうですけど、今の落ち込んじゃっててね。今の話的に落ち込んでる感じ。落ち込んじゃってね。全然なんか小牧？カスガイですね。カスガイのとこまで来て、はい、何っていうと、まあカスガイ店の店長っていうのがおるんですけど、はい、まあ、その下にこの間一回動画上がったのかな、あれも。出てる、翔さんの先輩として。ああ、翔の先輩っていう顔モザイクだったっけ。うん、顔出てる。もう1回だけ会って、うん、まあ本当さ、あの子本当にさ、会った感じのまんまじゃん。そうですね。どんだけ時間かけても、その金額的に合っとるって、ちゃんと予算大丈夫って言ったら、いや僕はもうそれよりもとにかくいい仕事したいって、まあ多分いい職に入ったなと思ったんだけど、うん、金額よりいい仕事。それが口だけじゃないっていう、ある意味ね、あの子にとってはすごい俺評価高いんだけど、はい、それ何っていうと、堀川翔に連絡あったんだろ。あ、今回のことがですか。今回のことみたいですね。で、堀川翔に連絡あった内容っていうのが、まあ、はい、店長がね、稼いでる店長が好機、はい、があるわけじゃん。あんたそうのね。そうそう、はいはい、で、まあ、成績があるで、これはいかんだけど、まあ、毎月やっぱ目標数値っていうのがあるから、うん、そこに合わせたいもんで、うんうん、足場を解体させてくれと。足場解体したらその決算に入るの。そうそうそう、1月分として。そうそう、まあ、本当は厳密には入らんけどな、終わってないんだから。だけどごまかせるんだろう。まあ結局成績があるもんで、先に足場ばらさせてくれと。また塗装終わってねえんだよ。どうやって塗るの。どうやって塗るの。その、いや、脚立がなんか塗ってくれみたいな。やばいやん。で、その、まあ、脚立で塗ってくれうんぬんはいいんだけど、その子が一番何が辛いって、やっぱりきちっとやりたいのに、うんうん、まあ、あんまり工期に追われて、しかもその月末までにバラしたいとか、うん、そんなことでっていうことで省に通報が入って。しかも脚立なんて塗れる範囲決まってるじゃん。もう一回一回降りて移動して、降りて移動だから、そう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 、すごい時間かかるよ。肉もかかっちゃうよ。これはいい意味で会社機能しとんなと思ったら、そうやって声かけたことを、で、誰にも言わんでくださいって言ったんだけど、翔、うん、は、これは会社、だってお客さんに喜ばそうっていつも言ってるわけじゃん、これが。はいはい。まあ、それが結局会社の生き残る道です、そうじゃん。はい。俺はもうそう信じてるから、うん、一生懸命ね、いい仕事してりゃ、絶対紹介とかあるじゃん。うん、リピートとかにもつながって。そうそうそう。だから、それが機能しとんのが、翔が、うん、絶対内緒にしといてねって。あ、塗装の人に言われたんだ。言われたんだけど、うん、うわ、耳に入れた方がいいんじゃないかって言われて、でも俺に直接言ったら、もうあいつさんにポレーってなるじゃん。うんうん、なるほどね。なんとかーって思ったら、スイッチあるじゃん。まあ、井村翔に伝えたんだろ、最初は。あ、そうなの。あ、言ってたね、なんか。そうそう。で、まあ、とにかく、まあ、誰かに聞いたら別としても、やっぱそれがさ、情報が入るって一番いいことじゃん。いい意味でよ、会社はいい風に機能してんだって、よくあるじゃん。うん、足場班がちょっとやばいですよ、これ汚いで足場班さん方がいいんじゃないですか。あ、塗装がね、汚いから。もちろん自分たちの成績があるんだよ、うん、足場班も成績があるわけじゃん。足場解体しんとせっかく行ったのに、お金がないわけでしょ、あいつら。確かに一軒、一軒分ね。そうそう、そこの、でもたまにあるじゃん、もう本当に年に1回あ、ない、あるかないかぐらいかもしれんけど。確かに、これいいんですか、ね、写真とか送ってきて、1回ぐらいじゃん、お前帰ってきて1回とか送った、うん、まあ、こうやって YouTube になっちゃうとさ、悪いとこだけがね、ネタになるから、ね、よくも悪くもって思っちゃう人もおるんかもしれない。いけるんか、うん、見よう、いけたけど、絶対そのミスはあるじゃん、どんなものでも、ものづくりでもなります。小さくても大きくても。 それがさ、例えば工場のラインの人たちが一人一人が、あれこれいいかなっていう気づけるのか、うんうん、あ、もういいやって、俺のことは関係ない、自分は関係ない、自分のね、ボタンプチってやるのが、相手ったらつけて他のところかけとるとか見てなかったらさ、まあ、俺関係ないとかで流しちゃったよね。そうそうそう、流れてるじゃん。別に人間ってそうじゃん。だけどやっぱいいものを作ろうって、みんなが本当に何人たちがいいものを作ろうって、お客さんの顔を想像しながら作っとったら、あれ
これっていいんですかねってなるじゃん、ピッてどかすじゃん、売り上げも成績も下がるんだよね。それでもって感じだね。そうそう、まあいい職人さんが来てくれたなっていうんで、まあ、話は聞きたいなと思って来たけど、お疲れ様です。タアさんが、すいません、1本しか手伝いと向かいに行こうか。朝、はい、ちょっといろいろ話聞かせて、はい、毎度力貸してるので、いいよくですね、塗装やから、うちは塗装やから汚すのが仕事だから。ね、何があったの。いや、何があったっていうか、普通に、うん、今1月刊行したいですっていうのは言われてて、なんか決算というか、ね、数字の絡みで最初は決算知らなくて、うん、で1月も行けますかねって言われて、うん、まあ、ちょっと厳しいかもしれないですっていう風で話をして言ったんですけど、まあ、無理だった、無理って言われたんで、うん、いや無理って言われて、まあ、1月にバラしたいって、まあ、足場だけでもっていう風で、塗装は終わらなくてもいいんで、うんうん、まあ、足場解体がまあ決算って言われたんで、いや勝手に決めとるんですよ。別に工事が終わったら決算だろ。足場だけじゃなくて、バレるでしょ。足場かかっとったら、なんでバラしてもねえのに、お前、成績入っとるんだって。まあ、極力はちょっと、やれる範囲で。いや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 、それはおかしいだろう。まあでも、なんとか人商に相談して、うん、実習生の借り入れたんで。もともとの工期はどうなっとったの。もともとは、1月刊行で後期だったんですけど、あ、もともと1月刊行は刊行なんだ。刊行だったんですけど、急に早めてくれとかじゃなくて、はい、ただ雪とか雨で自分が遅れちゃって、はい、ああでも1月だで、まあそこはどっちもどっちっていうのもあるな。そうです。なんで、まあその、うん、一方的に早まってとかだったら、うん、ちょっとちゃやろっていうのがあるけど、なんでまあ僕もあえて、あ、いやそんなんじゃとかは言わずに、うん、まあ極力、まあそうね、ちょっと相談だけして、まあ、無理って言われたんで、うね、うん、まあやる、うん、これ視聴者で行ったら、お客さんで行ったら、ああ、もう後期なら気にしずやってよって思うかもしれんけど、そうなるとやっぱ始まりも遅くなるわけじゃん。次のお客さんにも迷惑かけてるし、そうそうそう、次、そうそう、もうずっと数珠つなぎにお客さんが並んどるから、ね、だから次のお客さんも足場だけかかっちゃって1週間遅れるとかもあるし、はい、そういうのもあるから、まあ、一概には言えんと思うんだけど、だけどやっぱ基本的にはいい仕事をしようっていうのが、ね、大前提にあるわけじゃん、売り替え道場として、はい、だからそのただ早めさせてよっていうだけじゃなくて、相田さんも例えば協力してくれるとかね、実習生に聞いていやとか、はいはい、こことこことここに電話したら、まあ、全部相田さんが手配してもいいんだけど、はい、こういうところに電話したらなんとかなるかもしれんでとか、そういうのがあってもよかったかもしれない、ね。で、相沢さんとはどう話になったの、結局。まあ、今日、明日の午後から、うん、ショーに行って、できるだけ遅めに。あ、まだ、ボワレトンだ。はい、ボワレてますね。いや、いいよ、似て伸ばさせるわ。で、その、お客さんには、あの、自信持って出せる商品ができとんのか、焦っちゃったから、やっぱりいいものを作りたいのか、はい。いや、もうそこはもう僕は堂々とやってますけど。おー、100% の商品は提供しようか。はい、YouTube 向きだな、これ。日程は、とっても自分のペースでやるんだ。YouTube 向きだもん。いいわー。何だったっけ、塩作る。塩作る、はい、ちょうど飯行こう、行こうか、ショート。あ、そうですね。おー、いいじゃん、いいじゃん。塩作りいいわ。名前忘れてた、最低だけど。いいわーとか。また3回ぐらい聞けると。まあ、終わらないなら、急入れないと多分間に合わないと思ったんで。ああ、でも、まあ、予算的にどうかわからんけどね。はい、やっぱ、自分一人でやってるのかね。そうだよね。うん、だけど、まあ、でも、あえて目の前のことだけじゃないしね。ここで一個、信用を取って。まあ、ただ、相沢さんも、ここは、相沢さんだけが悪いわけじゃないよね。こうやって聞いてると。ね、まあ、後期もあったから。うん。うん、で、まあ、お互いにいい関係になっていけば、やっぱウィンウィンになっていかなかったじゃん。なんか、奪い合いの関係だといかんからさ。はい、それどんどん言ってよ。はい、俺もうこれ今からこの足で相田さんと捕まってくるから。まだあのアポも取ってないけど。すいません、相田さん。喧嘩するわけじゃないからね。すいません。教育、入らせていただきます。これは動画のために、すいませんけど。動画のために。こちらも心を鬼にさせていただいて。心を鬼にさせていただいて。動画のために。教育、入らせていただきます、相田さん。すいません、塩津さん。こんな大事になるの。すいません、私たち何事にも大事にしたいんで。やっと賞に行ってだけ、うん、いや、だけど、まあ、どんどん行って。でも俺が一番寂しいのはやっぱ相田さんやっぱと反りが合わんから、はい、もう抜け道場抜けるわっていうのが一番寂しいからさ。ああ、はい、相田さんは決して悪い人だけじゃないんだけど、やっぱ営業職がちょっと強いから、うん、
そうですね、お金とお客様に対する思いが強いからね。そうそうそう、お客さんとかがね、そうそうそう、人気はあるんだよ。人気はあるけど職人経験ないんだから。営業の方になっちゃうんだ。そうそう、今うちの幹部で職人経験のやついないじゃん。相田さんも営業畑だから、ずっとそのなんとかあるでしょみたいな感じなんでしょ。まあ、そうですね、そういうとこあるでしょ。そうですね、で、まあ、正面から見て裏とか行ってないと思うんで、うん、できるぐらいそうでしょう、懸念がすごいとか。そうでしょう、でそこまでやっとるのに多分気づかんでしょ。まあ、そうですね、あの人は。はい、はい、ありがとうございました、塩田さん。でもか、この後緊張のもとへ、久々に火吹いたのか。まあでも塩田さんはこの動画を見て知ることになる。出づらいですね。なんでだよ、なんでだ、うまいことやるでいいよ。YouTube になる前ですね。相田さん、とにかく相田さんに行ってこうか、これ。どっちでもいいけど、すいません。何でもいいけど、すいません。だけど悪い風には絶対行ってないから。まあ、俺も、うん、相田さんのこのプロ根性も褒めなかんこともあるし、ね、確かにね。悪口は言ってない。そうそう、うん、悪口は言ってない。そうそう、お互いにそう。だけどまあ、俺はやっぱ、これから、教育的。まあ、動画に面白く動画なんで心を気にしないじゃん。はい、いやいや大丈夫です。はい、行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ行ってみよう。今回りました。もう回っちゃってる。すごい選手、全然なんかあれじゃん、落ち込む日ないじゃん。あ、ごめんごめん、 そっち系の動画だったな。行きましょうか、熱いな。はい、どっち系の電話系だな、俺。どういう系どっち系の電話系だ。どういう系だ。皆さん、ごめんね、今から詰めちゃうけど。なんか刑事の人ですか、声の出し方。ごめんね、詰めちゃうけど。どうも、ありがとうございます。どうも。あいつさん、今どこっすか。今、重ねています。いや、今、近くにおるで、ちょっと会いに行こうかな。ちょっと話したいことがあるもんで。あ、本当ですか。うん。いいっすよ、はい。ご飯食べた？いや、まだっす。あ、じゃあ一緒に飯食べましょうか。あ、わかりました。いいっすか？場所送っとくわ。裏に駐車場あるでね。うん。よろしくでーす。はい、します。呼び出し成功。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。はい。お前さん、こっちおいでどっちが詰めやすいかな。もう嫌な、嫌です、座る前から。ちょっとでもなるべく近くにしないと。こっちがいいか、こっち。殴られるんすか。裏剣か、こっちか、こっちか、こっちですか。ちょっと待ってね。この辺りはあるはずだよ。まあ、とりあえずマスク取りましょうか。表情みたいな。撮ってるんですか。そうそうそう、そら離れないでくださいよ。離れたらカメラ外になっちゃうから。トイレ、トイレ。じゃ絶対嘘だって、逃げたいが口実だっていう。本当にトイレ。あ、本当にトイレ。トイレなんか行っちゃってる。本当だよな。いやでもまさかの話回ってると思ってないんじゃない。あ、そうか、気づいてない。ちょっと、ここにあるんじゃない、ここが大事。他になんかいっぱいあるかもしれないよ。もうマスクない、マスクない。まあ、マスク外してください。とりあえずマスク外してください。すげえビビってるけど。いや、もう一回足崩してください。何、俺もまま怒ってるから、ね、本当に。どこだね。やったら。今から自分で心当たりありますか。心当たりあるはずだよ。まあ、ちなみにこれは歴史が繰り返されたから。本当に心当たりなさそうすぎて。歴史が繰り返された。何みたいな感じ。歴史が繰り返された。歴史繰り返された。ありがとうございます。ああ、何系のことですか。何系のことですか。決算系かな。ある人に頑張った、岸さんがね、ちょっと何とかしてほしい。あー、思いついた。岸さんの絡みがあるんで、はい、お茶ももらっていいですか。足元に早くからさせるって言ったんでしょう。俺もそれ詳しくは分かんない、今は聞きながら査定しない、査定しないで終わりになるのかもしれない。そういうことか。なんだなんだ。ちょっと安心してるか。安心してるというか、なんのこっちゃわかんない。それは
結局、うん、その職員社長に例えば8月とか7月とか100万とか100万とか観光ができてないんじゃないですか。結局そのずれずれずれってなっとるので、うん、去年まで、うん、契約結んだ段階で、うん、今月の観光にするから、うん、その今全部そうなんですけど、うん、まあ、もう絶対に回転するから、うん、これ回転の時に入れときなさいよっていうやり方をしたわけですよ、うんうんうん、でまあ、一つくんとかに入ってもらって、でまあ、結局ちょっと雪が降っちゃって、たぶんちょっとこう遅れがちだみたいになって、うんうん、なんか、そしたらなんか、こちら、兄弟選手の目覚めになります。すごいな、すごいお金。これ見てて今撮ってるからちょっとあの宮野の自由に撮らせてほしい。おお、すごい。デザートが好き。デザートなの？はい、ごめんなさい。すみません。何のこっちゃと思った。じゃあ、これダメでしょ、でも。じゃあいいんだけど、早めるのはいいよ、後期も守らんの、俺も聞いたけど。いや、俺最初はなんか、決算があるで、早く話しみたいな感じで、工場があるのに、3日経つでやれや、みたいな感じで。いや、その足場周りだけは、うん、残してもいいから、とにかく解体しないと。解体しよって、その解体の理由は何なのか、決算があるんで。月内に絶対に観光していくっていうことですね。そんなふざけたことやんなよ。ちゃんと蹴っとるだろ。結局その足場が連続でこう一気に月末入るじゃないですか。うん、解体がね。解体が。そうすると結局そのいつもズレズレズレっていうふうにずっとかすれる。なんで塗装が終わってなかったらそっちも終わってないのと同じでしょ。いや、だってそのそれはさすがに全然すごいまたいじゃんだったら仕方ないんですけど、もともと余裕を持って組んでたんですけど、もともとですよ。だけど、だったら解体が例えば最後の日とかに後から入れたらもう入れないじゃないですか。だったら最初からも足場に残す前提の言い方をしても、あらかじめ足場を先行してばらしちゃって、あとで下をゆっくりやってもらえればきちっと観光して引き渡しできるじゃないですか。うん、だけど数字は入らないし、数字ありきじゃなくて、だけど塗装はそれで足場、せっかく足場組んでやりやすいよ、ね、で傷つでやったら意味ないじゃん。まあその職人やったことないからそういうこと言えるんだろう。いい子やめてっちゃうよ。じゃあそうそうでしょ。いやだから数字もある、大切だけど、だけどその前の段階で俺はもっと教育者なんだけど、いやお前終わらせるんだよ、だったら実習生借りるかとか、でなんかアドバイスが、そうそう、ただ数字、この、ね、いやそれ数字意識が高いのやっぱね、まあいつさんすごいわね、やっぱ営業力あるし、お客さんも喜んでくれるから、ね、別に視聴者からしたら、この人がいい人だっていうのは違うと思うんだけど、だけど、やっぱその店長の場合、まずリーダーなんだから、人としては。でそれは俺の数字があるから、俺のって。ジミーチョコレートみたいな感じで、どれだけなんか苦しいもんだって思っちゃう。だったら、じゃあやっぱ育てていかなきゃならないでしょ。だって離れてくよ。これなんで俺のとこの話みたいな、堀川さんって闇知ってんだよ。ああ、菅井内さんこんなんですよ。だけど俺なんて言わんでねって言うと。本当に。そこで情報流れてる。ではいいでしょ、離れてっちゃうよ。でもあの子、今日も言っといた。内田さん絶対気づかないです。僕多分キリンとめちゃくちゃ気に入ってる。裏ってやばかったんですよ。あそこまで何人なのかって、今回は予算大幅アウトする。持ってき方がおかしいねって思って、じゃあ後期で玉もらうと、後期つまつらでなって最初に言っとけばいいじゃん。みんなにこうね、そうですね、この人、じゃあちょっと段取りしてでもここでやっていかなかったと、それをアドバイスしてあげるとか、まあ、いろんなやり方があると思うけど、関係性をじゃあ壊したもんね、壊したわけでしょ。そういうこと知らん、俺は知らんけど、そこまで。いや、お前でしょ。それはそうでしょ。いや、ゲームやったらいい職人ってそうじゃん。クソみたいなカスヤマのアホみたいなやつばっかりで。じゃあ、わしくるよ。で、まあ、人数入れてなんとかしますっていう風にしっかり大丈夫か、まあ、僕はちょっと直接じゃなくて、どうしてだと思ってます。ああ、そういうことね。いや、まあ、そういうセンスじゃなくて、その、あ、そうそう、リーダーだからね、そう、細かい情報を聞かないといけないから。それは、ただ、まあ、結果、僕の感覚、ちょっと、なことしか、やり取りはしとる。で、その、ベトナムの、ベトナムの子を借りるって聞いたときに、その、よかったら、その、ちょっと、学生の所属してるの空いとるから、まあ、人気はこっちで持つから、先週、こっちから出しましょうか。なんで勝手に、その、どっかで出すのが違うだろう。それは甘え。簡単に人出しますとか、俺って。それは違うでしょ。
そうならないように最初からケツ持ってやってはなし、もちろん雪だ雨だっていうイレギュラー重なったと思うと、だったらもう思い切って前はって1月観光じゃなくていいよ、いいじゃん別に、まあ、最悪もうその塗装がまたいじゃったらもうそう観光そうなんだと思ったんですけど、一番いかんのはだってさ足場あった方が早いのに足場ばらしてもらうことでしょ、結局終わってるんやったらちょっと正規上を越せるんでしょ、本当だ、自分たちの勝手なルール作ってるわけでしょ、足場ばらしたら1月に出てもいいみたいなルール作ってるわけでしょ、そのちょっとどういうことでしょそれがさっき例えばですね、それ後から検査、今日検査なんですけど、うん、検査やってから検査って言うとまだ塗ってんの、今日やるのってまだ2人も何も塗ってんの、検査が行ったってしょうがないじゃん、そうなんですよ、バーそれだあいつ呼び出してるからポロしろちょっとそうでしょう、検査って何しに行くの、あいつ仕事終わってね、今日から3人入って昨日か3人入ってとか知らんけど、まあ、そこは社長、そこは社長、ちょっとそのね笑かせないでちょっとそうあいつの話でしょそれ、まあ、そこで僕は全然違うから、ちょっと俺その話してない、観光もしてねえのに観光検査だって言って形上会社のためにやって、報告報告報告だけの仕事すら今が呼び出して、それはそうでしょ、何の検査やでも格好上行くわこれやるバラシも目に入る、もう風邪で閉鎖決定横浜っていうより先に教育しちゃうのいただきますちょどんたちめどんたちめしどんたちめし、まあ、もちろんね、そのいいことと悪いことっていうのはこのクロスしてるから、だからさっきも言ったけどお客さんもおる、だから次の物を送らせないかとかいろんなこともあるから複雑だよね、で、まあ、さらに春日井店長も組織だから直接やってないじゃないですか、ね、ですごい複雑だからちょっとこれ一回でやればちょっと春日井店長の方が次回ちょっと飯が冷めちゃうね、今日はもうここで終わり、とりあえず次回さんも出るかもしれない、くしゃくしゃ閉鎖かも、だから俺はあゆさんもやっぱ現場経験ないけどね、それだと思うので、も本当にまあ視聴者の人も勘違いしてほしい、まあ、まあ、もちろん優秀な店長っていうのはやっぱすごい仕事ができるだけじゃん、いろんなこと考えて、でも、まあね、本当に複雑仕事ってね、仕事現場だけでもないし営業だけでもないし、でちょっと営業よりが考えなのかなっていうのはちょっと、もっとじゃあリーダー的に早く動いて絶対終わらせなあかんぞ、工期は工期だね、工期も大事な品質だから、お客さんもそうだよね、足を離す予定も組んどるし、それも大事な品質だから、でそこをもっといい形で調整していくのがいいよね、先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよぜひ皆さんチャンネル登録して、はい、深掘り、はい、春日井店で大暴れしてみた、はい、閉鎖前提あとチャンネル登録じゃないけど実習生、はい、でいいの、もう先ね、ちょうど実習生の紹介もしてたけど、実習生の、ま、興味ある人は、はい、問い合わせ、何のパートナーってボス、はい、ボス、元ボスやん、ボス、もうやめてない別に、ボスやんね、綺麗な方ですけど、はい、こういうの先輩なんでも、はい、やってますので、ぜひ相談の方よろしくお願いします、はい、お願いします、せーの硬い相澤さんが硬いさえカメラで緊張するよね